COVID-19 のために中国は孤立の危険にさらされています。中国は2001年に中国が WTO に加盟するのに大きく貢献した元商務副大臣である COVID-19 の流行後、世界経済秩序における孤立のリスクに直面していると述べたロング氏の警告は、国内からの影響力のある声がますます高まり、北京が価値のない問題を引き起こしたために世界によって隔離されるのではないかとの懸念を表明する中で発令されました。COVID-19 翻訳。米国との外交的緊張が高まる中、多くの中国の専門家は、ワシントンとその長年の同盟国が北京を新しい経済秩序から排除しようとしているのではないかと疑っています。これが発生した場合、中国はこの病気をうまく制御したと主張しているが、これは今後数年間の中国にとって小さな経済外交上の課題ではない。中国はグローバリゼーションのトレンドにおいて重要なリンクであるため、誰かがゲームから北京を除外したい場合、世界経済もバランスを失うでしょう。流行の発生に続いて、供給、投資、業界チェーンに大きな変化が生じます。流行はグローバリゼーションに打撃を与えており、中国企業はこれに迅速に適応する必要がありますとロング氏はコメントしました。米中関係はここ数日で激化しているが、ロング42氏は、中国は依然として、ドナルド・トランプ大統領が、次期に再選されることを望んでいると述べた。ロング氏はまた、中国企業に、海外での買収と合併を増やし、より良い統合を可能にするよう求めた。COVID-19 の流行は、世界のサプライチェーンに、深刻な影響を与え、多くの国が、中国経済に依存していることを露呈しています。これにより、米国と中国の貿易戦争で見られる中国の海外投資の流れが加速すると専門家は言う。私たちは人民の参加と同様に中国なしで国際経済同盟が形成されていると信じる。すべての理由があります。人民元を強めるしかない。もちろん、この目標を達成するためには中国の経済もより強くなければならないと。国家財政開発研究所のエルアイアンは述べた。COVID-19 の流行に関する多数の主張を行う際、経済的圧力、米国、EU、オーストラリア、及びその他の多くの国々も北京に政治的及び外交的緊張を及ぼしています。中国の専門家グループは、チン・ヒエップと同時に開催された中国国防総会での議論では、国際関係、特に、米国との問題が、ホットなトピックになると述べた。5月22日、中国国務院の顧問であるシアンホン氏は、先週オンラインフォーラムでスピーチし、この流行により、中国と米国の間の緊張が高まり、貿易分割が進んでいるとコメントしました。商業と文化、工業生産の混乱と観光業の衰退は、この傾向の最も明白な証拠ですと、シアンホン氏は語った。フランスは台湾、中国は脅威を表明するための軍艦をアップグレードしました。中国外務省はフランスに両国間の外交関係が台無しにならなかった場合、台湾への6隻の護衛艦をアップグレードする契約をキャンセルするように要請しました。フランスは中国の外務省は5月12日に AFP 通信に語った。我々は台湾とのすべての武器販売、または軍事及び安全保障の交換に反対する。我々はフランスに関係への損害を避けるために、台湾への計画された武器販売をキャンセルするよう要請する。中国フランス、中国の外務省を強調した。フランス外務省は5月13日の声明で、パリは一つの中国の原則を尊重しますが、台湾との既存の契約合意を変更しないことを強調しました。フランスは1991年にラファイエット級ミサイル防衛艦艇6隻を28億ドルで台湾に売却し、両国間の外交関係はしばらく凍結した。使用時間に関しては、これらの船は現在25年以上前のものであり、中国海軍の同様の軍艦と比較するとかなり、
遅れています。台湾の防衛機関に詳しい情報筋は、台北はフランスの支援の下で船を近代化する計画を立てていたと述べました。近代化プロセスには、ダシーグループ、フランスのダガイ MK にヒートトラップ発射システムの設置が含まれます。契約額は8億台湾ドル、約2680万ドル以上と推定されています。中国は台湾をその領土の不可欠な部分とみなしており、ワンチャイナの原則を尊重するよう各国に要求しています。台湾の2つの海峡間の関係は2016年から現在に至るまで、台英語の指導者が政権を握った時に緊張した。タイの下で台湾の軍隊は大幅に近代化されました。これには、海-16 戦闘機と M1A2 エイブラムス戦車を米国から購入する新しい契約が含まれます。これらの契約はまた、北京からの激しい反対に直面しています。台湾の主要な軍艦の大部分は、米国によって撤去及び移送されたものです。台湾海軍で最も強力な水上艦は、現在、米国から輸送されたキッド級誘導ミサイル駆逐艦4隻です。これらの4隻の船は1970年代後半に建造され、2003年に台湾に配達されました。トランプ氏に中国を罰することを許可した法案の内容を開示する5月12日、米国の最高共和党上院議員は、ドナルド・トランプ大統領が中国の勃発について、完全に報告しなかった場合、中国に全面的な制裁を科す権限を与える法案を提案しました。コロナウイルスの新株、COVID-19 による急性呼吸器感染症の発生。ドナルド・トランプ大統領の同盟国であるリンジー・グラハム上院議員は、中国政府の欺瞞がなければ、COVID-19 の流行は米国に現れず、8万3000人以上を、殺したであろうと述べました。グラハム上院議員は、中国は COVID-19 の流行がどのように噴火し始めたかを研究者が研究することを許可することを拒否したと述べた。グラハム氏は、強制されなければ中国が真剣な調査に協力することはないだろうと強調し、グラハム上院議員は COVID-19 責任法案と述べた。トランプ大統領に米国、その同盟国、または政府機関による COVID-19 の調査について、中国が完全かつ完全な報告を提出したことを60日以内に議会に確認するよう要請する世界保健機関としての国連。法案はまた、中国が動物から人へのウイルス感染のリスクがある新鮮な市場を閉鎖したことの確認を要求し、また法律は、トランプ大統領に一連の措置を課すことを許可した。資産の凍結、旅行の禁止、ビザの取り消し、米国の金融機関による中国企業への融資の制限、中国企業の株式市場への参加の禁止など、中国を罰する米国株。この法案は、共和党の他の8人の上院議員からの支持も受けた。ワシントンの中国大使館は情報にすぐにコメントしませんでした。しかし、北京政府は、それが、武漢市で始まった COVID-19 パンデミックについて透明であると、確認しました。米国務長官のマイク・ポンペオはまた、中国の経済と人々の生活への悪影響による、中国に対する将来の制裁をほのめかした。米中関係は引き続き緊張している。今年の初めに第一段階の貿易協定が、締結された後の停戦にもかかわらず、米国と中国の間の対立と戦略的競争はまだ続いています。ワシントンが北京に対して厳しい行動を取るよう圧力を増している今、この協定がまだまだであるということも排除されず、米中関係は近年悪化している。COVID-19 の流行の出現。ドナルド・トランプ米大統領といくつかのヨーロッパ諸国の指導者たちは、病気を世界に広めた COVID-19 に関する情報を隠したとして中国を批判し、430万人以上が感染し、30万人近くが感染した。死亡しました。オブザーバーは、米国が COVID-19 パンデミックに関連して中国を
罰する方法を模索しているといいます。トランプ大統領は最近、中国との第一フェーズの貿易協定を終了するかどうかはまだ決まっていないと語った。11月の大統領選挙のスプリントランのコンテキストでは、トランプ氏は友好的ではない有権者を誘惑するために中国に厳しい態度を示す可能性があります。北京と米国は COVID-19 の流行で罰せられるリスク、中国は不誠実と述べた。5月13日の中国外務省は COVID-19 のパンデミックに関連する米国の制裁法案を批判し、米国が中国に扇動的な姿勢を繰り返し、向けるのではなく、国民の保護に焦点を当てるべきだと提案しました。以前、米国上院は5月12日に、ドナルド・トランプ米大統領が、COVID-19 の流行の詳細を公表しなかった場合に、中国を罰することを認める法案を発表しました。具体的には、COVID-19 アカウンタビリティ法と呼ばれる法案が共和党上院議員によって提案され、大統領に60日以内に中国に提供したことを議会に確認するよう要求しました。COVID-19 パンデミックに関する米国及び国際的な調査のための完全な情報。さらに、米国大統領は中国の生きた動物市場の閉鎖が人々の健康に高いリスクをもたらすことを確認する必要があり、期間中に逮捕されたすべての香港民主主義活動家を解放しました。COVID-19 認証なしではトランプ大統領は法律により資産の凍結、旅行の禁止、ビザのキャンセル、中国企業の資本へのアクセスの制限などの制裁を科すことを許可されています。米国の金融市場。米国上院によるこの動きに対応して中国外務省のスポークスパーソンジョー・リアン・キエンは5月13日 COVID-19 アカウンタビリティ法を不道徳であるとして非難し、真実を無視し、米国での SARS-CoV-2 ウイルスの蔓延について中国を非難する取り組みの一環として、調和中国は COVID-19 との戦いにおいて常に透明であり、保健機関と緊密に協力したと述べました。世界、WHO。米国は中国への攻撃を停止し、自国の市民の保護に焦点を当て、世界的なウイルス対策協力にもっと貢献すべきだとスポークスパーソンは述べた。同時に、趙氏はまた、中国には野生生物の貿易市場はなく、生きた課金市場しかなく、国際法で禁止されていない農産物や魚介類の市場があると主張した。2019年12月以降、中国国北省武漢市で発売された COVID-19 急性呼吸器感染症は212の国と地域で発生し、440万人以上が感染しています。約29万8千人が亡くなりました。米国は現在世界で最大の COVID-19 の集団発生であり、140万件を超える COVID-19 の症例があり、8万4000人を超える人々が亡くなっています。ワシントン大学の軽量健康評価研究所によって予測されたモデルによると、米国での COVID-19 の死亡者数は8月上旬に14万7000人を超える可能性があり、以前の予測よりも1万人近く多い。ワシントン大学は予測の調整は、テストの変更と経済を再開するために多くの州での社会的売却措置を緩和する現在の政策に基づいていると述べた。